ませんか。パパ、お姉ちゃん。怖い夢を見た。僕の生まれた東京が壊れてた。いつまで寝てんの？学校遅れちゃうよ。ただし起きなさいよ。はい。パパとママが離婚して半年。じいちゃんが僕のために作ってくれた部屋の窓からは静かな海が見えた。あの夏、僕は初めて恋をした。そして真っ白な嘘をついた。時は来た。今こそ復讐の時。人間どもに使われ捨てられし者どもよ。虐げられし御霊よ。封じられし怨霊よ。よみがえれ。我と共に来たれ。
そうだし。何言ってんだよ。いや、別に。ただし君みたいな東京のお子ちゃんは、こんな薄暗いお祭りは嫌いでちか？気をつけろよ、あのキリン。噛むからな。え？なんで？キリン獅子に構えたやつが、今年のキリン創始なんだよ。キリン創始って何？お前そんなことも知らないのかよ。世界の平和を守る正義の味方なんだよ。アントニオ猪木も昔噛まれたらしいぞ。またありえないか。じいちゃん、ただいま。じいちゃん。船長、ただいま戻りました。お、あきらか。大谷だったな。ただしだよ。キリン創始？うん。お祭りでキリンに選ばれた。なんか世界に平和をもたらす子供なんだって。すごいじゃん。でもそれってどうなの？いや、どうって。手ぬぐいとお赤飯くれただけ。うん、でもよかったじゃん。おじいちゃん喜んでるでしょ。ううん、話してないよ。しかも今日は僕アキラだし。そっか、おじいちゃん大丈夫？うん、元気元気。3日に一度は魂に戻るし。3日に一度か。私のことなんかもう忘れちゃってるかな。いただきます。えらいえらい。魂慣れっこだよ。もう半年だもん。そういえばもうすぐ夏休みじゃない？パパ、ママに内緒で正しに会いに行こうかなって。春休みもそう言ってた。そっか。そうだね。また電話する。うん。正し。うん？頑張って。うん、じゃあ。のん、またいじめられたの？うん、じゃあ。じゃあいいんだけどさ。うん、ゆり。うん、何こと？何これ？ね、あ、ほら、ゆりやん。
題忘れんでな。読書感想文もきちんと書くんだよ。本を読まん子はダメな大人になってしまうけんね。はい、じゃあ夏休み。じゃあね、バイバイ。よう、キリン総司、伝説の剣はいつ取りに行くんだ。伝説の剣、なんだよ、それも教えてもらってなかったのか。うん、花から指定されてねえんじゃねえの。おめえ夢虫だけどね。キリン総司に選ばれたらな、大天狗さんの山の洞窟から剣を取ってこねえといけないんだぞ。無理無理、泣き虫ただしには絶対無理。やめてよ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 。ほら、何やってるの、あんたらは。ほら行って。おじいちゃん来ちゃう。またかよ。うるさい。ねえじいちゃん。おいな。アキラってママのお兄さんでしょ。そげだ。もう何十年も前に死んだらってな。わしのおせがれだがな。喧嘩ばっかしちょう。死後七つの子じゃった。ねえじいちゃん。アキラって僕に似てる？おお、似ちょうな。なんとなし似ちょう。ねえじいちゃん、大天狗の山って知ってる？おお、知っちょうわい。ほら、あの山らがな、昔あそこにないや。子供をさらって悪い大天狗がおったてえわ。そうでな、そいつをキリン総司がやっつけた。え？もう悪いことは絶対せんけんなって。大天狗はシャーネ入れ替えてキリン総司の家来になったらがな。そげしてキリン総司は大天狗に大事な剣を預けて、この地の守り神になれって言いつけたらげな。そんからの地、キリン総司に選ばれたもんは、あの山登って預けた剣を大天狗から取ってくるてしきたりが続いちょらがな。山にいくらか。え？キリン総司に選ばれたらが。なんでしてんの？なんでらかな。ああ、何？小豆飯食いかけちゃったがな。ただから期待されてねえんじゃねえの。おめえ夢虫だけどね。無理無理、泣き虫ただしには絶対無理。
みな。よっぽいってお前、なんか飲まないと気が治らないよ、猫もどき。違う？じゃあ何なんだよ。図鑑に載ってないよ、猫もどき。なんだよ。すね。何こすってんだよ。あ、すね、こする、すねこすりだ。私はあんたたちの仲間じゃない。加藤様と一つになって生まれ変わるのさ。何言ってんだよ。待ちかねたぞ。
ちょらんだらな。キリン総使を スネコスリどうして僕にだけ君が見えるの？どうして誰にも見えないの？まさか君って茂江さんは本名を村茂と言い、村家の次男坊として大正11年3月8日にお生まれなさった。実家はここ境港で古くから海鮮問屋を営む。やっぱり君は妖怪なんだ。だってここはオラにとって聖地でしょ。せっかく取材しに来たんすから、2、3日いいじゃないですか。で、編集長には適当にお願いします。じゃあ、君キリン総司だよね。今回のキリン姉妹の取材でね、せっかくここまで来たんだから毒竜の通り道とかもチェックしとかないと。好きなんですね、妖怪。好き？うん、好き。どうして好きになったんですか？どうしてって。どうしてですか？笑うなよ。はい。俺さ、子供の頃一度だけ本物の妖怪見たことあるんだ。見たのはその時だけ？一度だけ。見えなくなったのかな。なんで？なんでだろう。大人になっちゃったからかな。大人になったら見えなくなるの？多分ね。はい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 、ちょい待ちちょい待ち。ああ、もしもし、編集長。どうも、すいません。え？あ、とりあえず休館になった？いきなり休館って何すか？いや、だからさ、いろいろあるんだよ。君も知ってるだろ？出版業界ってのはややこしいんだからさ。まあ、残念だけど、会社の方針だから。会社が怖くて、業界やってらんないっすよ！ごめん、すぐ東京帰んないと。じゃあね。
大天狗の山で待つじいちゃん。なんで？うわあ、いきょー、誰かが足を引っ張っとるよ。あいきょー、じいちゃん。じいちゃん、おい。じいちゃん。こんなところで何をしてるの？お姉ちゃん。でもなんでこんなところに？私がお姉ちゃんだって？お姉ちゃん。そう。あなたのお姉ちゃんは、こんな顔。ないんだけど、ちょっと体が。来るな。
よ。もん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 。よく頑張ったね。無事でよかった。人間の方がよっぽどキモいわ。キュキュキュ、わしも抱いてくれ。キュキュ、わしも抱いてくれ。わしも抱いてくれ。キュわしも抱いてくれ。どうしたの？やがてこのガキ。しかしよう頑張った。さすがは
キリン総司じゃ。すまんすまん。ちょっとな、試させてもらったんじゃよ。本当に政権を抜く資格のある人間かどうかをの。だけ。わしの顔を覚えとらんか。え？ふい。あ、祭りの。表情じゃよ。もっともこれはお面じゃないがな。ただし助けてごせ。こうでもせんと来てくれんと思うてな。さて行くか、大天狗のところへ。いやだよ。はあ、ほな一人で帰るか。妖怪はな、わしらみたいにいいやつばっかりとちゃうで。行くは地獄、帰るはもっと地獄やで。私、川姫。もうこの辺りは雑魚ばかりか。展開だよな。励まされながらこう必死に渡ろうとするお前がやな、腐った板を踏み抜いてうわーって落ちる寸前に助けられるっちゅうパターンが多いねや。あ、手間かけさせたらあかんでな。坊主よ、上の方からゴロゴロとでっかい岩がこう、ほら来た。
て逃げるんや。ただし、ただし、消えた？うん。おい。剣を抜くとき初めて真の麒麟宗師となり、この世に平和をもたらすんじゃ。さあ、手にしてみられよ。抜いてみろ。Oh, my God.
姫さん。それが我らの力となる。アギ、加藤康則。誰でっか。戻れ。いよいよ始まる。ついに加藤様と私が一つに。やっと目が覚めたかい。からからから。頭でかいよ、お前。試着しろ。あ、俺は映んないじゃないか。分かったよ。油。あきらくじゃ。貧弱なキリン草子じゃのう。
じゃ。あいつなら一本立たならなんとかできるかもしれんぞ。ノース大将。うん、そうじゃ。あいつは腕のいい刀鍛冶じゃ。なるほど。政権を打ち直すのか。一本だったらな。おお、どこにおるんや、あいつ。外長よ、一本だったら打ち出せ。なんじゃ軍外教よ、周りの様子を見せ。何あの女や。ちゅうこと、あのおぞましい炎、間違いない。あれはよもつものじゃ。よもつもの。そうじゃ、人間どもに散々使われ捨てられたありとあらゆるものの怨念の塊、大怨霊、よもつものじゃ。どういうこと？役に立たなくなったものは捨てるという、お前たち身勝手な人間が生み出した恨みじゃ。からお前、履き古した靴を捨てたろう。お前の足の代わりにボロボロになってくれた靴を、汚い、小さくなったと捨てただろう。お前たち人間はどれほどのものを捨ててきたと思う。その恨みの塊がよもつものじゃ。人に使われ無残に打ち捨てられし哀れな人形よ。魔界に転生し恨みを晴らすがいい。我と共に目的はただ一つ。何？復讐じゃ。人間どもを闇の世界に葬る気じゃ。そのために妖怪をさらってあんな化け物に。許せん、断じて許せん。いや、なんちゅうひどいやつかね。おい、加藤って何やわ。お、考えられへんぞ。そのやつは加藤のやつよ。考えられんな。よし！
お開きにしよう。おいおい、ちょっと待ってくれ。おい、力を貸してくれ。呼んだ？何に？何にって、おい。だから、みんなで力を合わせて、加藤とよもずむをやっつけるんじゃよ。か、無理無理。俺、かさやし。な、塗り壁。俺壁だから。分かっとるわ、そんなことは。しかし壁でも何かの役には立つんじゃよ。な、また今度ってことで。あんたはそれが務めやけん仕方なかとね。さあみんな、帰ろう帰ろう。はい、おなさいなら。お世話も。みんな、みんな、ちょ待って、ちょみんな待って、待って。ごめん、しびれた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 。いやー、すごかった、すごかった。盛り上がった。マジすげー。おい、お前までないよ。ちょっと脅かしてくれって言うから首かしただけさ。雪女。冬場ならともかく、この季節はちょっとね。え？お前だってのは、お前は、お前は、お前。お！お前！鬼太郎の前ではええ顔してるらしいやないかい！ちゃうかい！せやろかい！逃がさへんぞ！そいつもこいつも、あずき洗い残ってくれたんか。あずき洗い、え、いや、わしちょっと足、ありがとう。お前は日本妖怪の両親や。わしはただ、ただ小豆洗うことしかできんあんたでもええや。その気持ちが嬉しいや。しっかり洗わせていただきますわ。ダメじゃ、これでは戦いに勝ち目はない。僕は行く。爪こすりを助けに行く。あかんて。どうしたの？よもつものが飛んだ。え、どこへ？怨念の都へ。東京。
元は人間。あなたたちが滅ぼしたこの国の先住民の恨みが魔人となってよみがえった。この国の先住民、全然わかんないよ。かわいそうに、あなたたち人間は何も知らずに生きてるんだね。過去を捨てた人間に未来はないよ。にゃぞ、なんだや、あちこちで化け物が出たてって害な騒ぎになっちょう。化け物って糸は引いちょらんぞ。まだ食われっか。理事長、途中ではございますが、ここで臨時ニュースをお伝えします。たった今大阪城が、ありがとうよ。俺は一本だったら妖怪随一の刀鍛冶だ。飲む時は飲む。
世の中飲まなきゃ見えてこないものはあるから。しかし驚いた、びっくりしちゃった。まさか君がそこまでやるとは思わなかったな。社長なんか感動しちゃってさ、泣いてたもんな。泣いてた。あのね、編集長、泣いたってダメなんですよ。泣いたって、まあとりあえず良かったじゃないの。休館の危機は免れたわけだしさ、良かった。そうね、とりあえずっていうのが気に食わないわけですよ。なんで？何ですか、とりあえず。とりあえずビールとか。分かってないですよ。妖怪にとりあえずって失礼でしょ。妖怪だよ。今に分かりますよ。ドーンと来ますけど。なんじゃー、なんじゃー、ドーンと来たよ、叩く。東京中の恨みと憎しみを全部吸い上げとるすごいパワーじゃ。編集長、お前から始めようか。やめろ、勘弁してくれ。苦しいよ。僕は果たすぜ。すまねえ。約束じゃないよ。
いっきり醜い姿にしてやるよ。あいつは元気だ。みんなのすねこすって勇気づけてるぜ。火が目にしみるぜ。着替えじゃよ。まずは形から入る。聞いたか、東京がすごいことになっとるらしいじゃないか。おいな、東京ドームよりでっかいやつが都庁を食って電気が消えたらしいじゃないか。おお、行ってみるか。江戸か、懐かしいな。聞いたかよ。東京がえらい盛り上がってるらしいじゃん。おう、東京ドームが土地によくっちまったってよ。でな、電気までくっちまって真っ暗だってよ。真っ暗真っ暗。すごいぞすごいぞ。聞いたか聞いたか、東京真っ暗祭り行くっちゃねえぞな。聞いた聞いた、都知事の粋な計らいだってじゃねえか。祭りや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 、でっかい祭りや祭りや祭りや。やったー、予算集まるらしいね。日本最大級のお祭りやって。よっしゃ、はよ行こう。おい、みんな行くで。祭りじゃ。アジア最大級の祭りやで。祭りじゃ。何の話？面白い話？
これなら二度と落とすまい。
じゃねえか。盆踊りじゃねえのか。おーあーあーあーみんなよく来てくれた。すっげえ祭りだな。なんじゃ祭り。足を
見て。すねこすり。すねこすり。すねこすりなの？許さない。あいつだけは絶対に許さない。加藤、倒す。邪魔はさせないよ。
の時間、加藤様に尽くしてきたか。ここでお前なんかに騙されるわけにはいかないんだよ。この絵には混んだらかな。時の人型か。もうやめて、お願いします、やめて。どうだ、妖怪となりこの世にさまよう気分は。憎い。何が。人間が。どれだけ言えぬか、言えぬほど憎いか。ならば復讐すればいい。嫌だ。なぜ。復讐は人間の証。私はそこまで汚れたくない。だから人を救い、人を愛す。だからお前は許せない。ならば楽にしてやろう。あったあったあった
お前、そんなものでこの私が倒せるとでも思っていたのか。愚か者よ。邪魔なの。何が。お前が抱いている私への愛、その愛が邪魔なのだ。どうだ、私が憎いか。心が痛いか。これが仕上げだ。
坊先生、とりあえず今夜は終わりました。お喜びください。どうやら立ち行くかのようでございます。え、立ち行くか？バカ言っちゃいけませんよ。あったかアホらしいのにも程があります。戦争はいかんです。腹が減るだけです。夢じゃなかったんだ。あ、どうした？家に電話するの忘れた。そうだな、お母さん心配してるな。こんなことは初めて。え？電話もしないで朝まで帰らなかったこと。まあいいじゃん、夏休みなんだし。あの子、ん？あの子の名前知ってる？うん、川姫。川姫、うん、いい名前だ。うん、あの子さ。え？あの子、俺のことなんか言ってなかった？ずっと会いたかったって。やっと会えたって喜んでた。そっか。僕は生まれて初めて真っ白な嘘をついた。自分のためにつく嘘が真っ赤な嘘、他人のためにつく嘘が真っ白な嘘、それが大人への入り口らしい。
し。何？ゴミ出しちゃいてな。ここに置いちゃうっけん。あ、今日晩飯いらんわ。市民課の山田さんの送別会だけ。はいはい。じゃあ行ってくるかい。